さあ、東北総体千年男子、いきなり初戦から1対1のドロー、PK 戦ということになりました。最初は15番の三浦俊介、西目高校から TDK 入社、現在は新和会です。キーパーはソニー仙台の滝本。さあ、第2キーパーでありますが、東北総体の時は正キーパーとなっています。さあどうか、決めました。さあそれに対するは10番の、さあ宮城はソニー仙台の単独チーム、まずは10番の中村秀俊。秋田のキーパーはブラウビッツ秋田のサードゴールキーパー三宅隆則です。さあどうか、止めた。 JFL に J3 のサードキーパーが、まずは一歩秋田がリードして、次は7番秋田 FC カンビアーレの斉藤誠であります。どうだ、ゴールで逆です。次はさ、宮城ソニー仙台でありますが、13番の大滝、この大滝も長いですね、ソニー仙台。あー、三宅届かない、右隅に決めました。これで2対1。さあ3人目はこれ11番森川翔太、これは森川ツインズでありますが、この森川ツインズの片割れ、もう一人はベンチにいますが、途中から入ってきまいりました森川翔太、TDK 新和会所属です。さあどうか、決めた、浮かせました。さあこれで3連続成功。さあこれに宮城、松岡、キャプテンマークをつけています。ディフェンスを統率するリーダーであります。さあこのキャプテンがブラウビッツ秋田ゴールキーパーのでもある三宅に、さあ挑みますが、これで三宅が止めれば秋田リーチがかかります。前の挑戦権、半歩近づいた、その権利を得る、 V ゴールを決められるか。9番相葉レッド、これ彼も西目の OB でして、サルタ工業から東北一部秋田 FC カンビアーレ在籍であります。さあ4人目アイバレット決めれば秋田の勝利。滝本止められるか。さあレッド決まった、
勝利。ソニー仙台単独の宮城、早くも姿を消しました。仙台が勝てるかと思われたんですが、下馬評を覆して、なんと PK で秋田が勝利いたしました。やはり今日のヒーローはなんといってもこの三宅でしょう。 JSD グラウブイッツ秋田のベンチ外にもなるような、さあ第3キーパーが意地を見せました。JFL 後期暫定現在首位のソニー仙台 FC 単独の宮城でしたが、ちょっと 1.5 軍前主力が揃わないと勝てなかったようであります。早くもジャイアントキリングが起きてしまった東北総体。東北社会人の主体のチームでここまでやれたんです。秋田は明日福島 FC プリメイロ主体となった福島選抜との対戦ということになります。さあ今秋田応援に来てくれたサポーターの人たちと一緒にブラウブイッツのサポーターが来てました。